らっしゃいませ。ベロケ亀有店店長をさせていただいている堀ひろあきです。よろしくお願いします。ハローズ、ハローズによるハローズファンのためのハローズチャンネル、もしくはハローズを知ってもらおうのチャンネルです。はい、プレデター担当の堀ひろあきです。ダーツを始めたきっかけは、もともとは、サーフィンをやっていて、常に波があるわけではないので、まあ、友達とダーツバーに行き始めたのがきっかけだったんです。プロになったのは2010年、11年ぐらいだったと思います。最初はパーフェクト？いや、D クラウンにいたんですけど、今使っているバレルはプレデターというバレルを使わせていただいています。こちらです。プレデターの 20g、90% タングステン、単体重量が 18.1g、 全長が 49.3mm、 最大径が 6.9mm、 2BA のストレートタイプになります。ずっとストレートが好きで使っていまして、そのストレートの中でもしっかりかかってくれるというカットがいいなと思って使わさせていただいてます。グリップはほぼ2フィンガーの親指と人差し指の間でもっと包み込むような感じのグリップになってます。フィッティングは、シャフトが 260mm、カーボンと、フライトが、シェイプになってます。そうですね、できるだけその最小限必要な、グリップ圧、握り込みすぎず、緩すぎずという、リラックスして持てるような状態を心がけてはいます。じゃじゃん。試験を受けるときはお店に連絡して受けさせてくださいって言えば OK とか、はい、いや、もう普通に来ていただいてやりたければ言ってもらえればダイヤ開けるので、はい、なるほど、できます。あ、そういうことなんですね、はい。でまあ、もしお客さんがいて嫌だっていうんであれば、はい、ちょっと交渉してもらえれば。あ、なるほど、はい。斜め45度。そうですね、このぐらいです。真ん中よりも右に今は、はい、それ意図的にって感じですか。そうですね、今ちょっと効き目が左なんで。左利きですか。あ、僕左利きなんです、うん、ちょっと今効き目をこっち側に直そうと思っていて。へえ。実際どうなんですか、左利きの人が右で投げて、はい、その効き目が逆になるじゃないですか、はい、それってなんていうんですかね、もうなんとかなるもんなのか。なんとかならないんですよね。たくさんにも聞きたくて、はい、こう左目で見てて、はい、ずっとこう狭いとこでダンスしてたんですよ、はいはい、で出力が出なくてもうダメだと思って今右で意識して肩に効いてたっすね、はいはいはい、ちゃんと飛ばす状態でのちょっとフォームを変えてる状態なんですけど、どこが？そうですね、竹内篤っていうのが逆目で、はいはい、左目なんですけど、右で投げるんで肩の上に左目を置いてくるぐらいこうやってますよね、はい、で、肩にこう落としてきて投げるんで、ああ、やってる、肩に近づけるしかないですね。こっち、そうですね、はい、それしかないか、昔やって流行ったのは簡単をする、
左目にガンターンして右に矯正をするっていうのも一時期流行ったんですけど、ランダーン外したらどうしても左で見ちゃうんで、あんま意味ないんじゃないかなって近づけるしかないですよ、僕は。もともとテイクバックがな ここで投げてたんで、はいはいはい、テイクバックする場所がなかったんで、はい、テイクバックができなくて今頑張って引いてますけど、本当はもうめちゃくちゃ引きたいんですけど、ああ確かに確かに、引くためにちょっと下に持っていってる感じなんですね、はい、かかとでブルーを狙ったら持ってきてちょっと高めに構えて手首ぐらいで見て真下に肩に当てるぐらい引いてきてこう投げるような感じですかね、かかとなんでもっと右です、はい、そこです、そこで肩の上に首を傾けて、もっともっと傾けてください、首だけ、そう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 、で手首でブルを透かしてみてください、高めになりますよね、ちょっと上かな、そう、そこで肩に落としてくる、はい、ダメだな、やめましょうかもうちょっと堀さんみたいな身長タッパーがあるからこれだけで投げれれば、はい、手首で前に持っていければ、ね、すごいもっと楽に投げれそうなんですけどね、だからここをもうぶつけに行くイメージですよ、ボーリングって絶対三角形あるじゃないですか、はい、あそこのここに手首だけこうぶつけるイメージをここに作って、はい、ここの三角形に手首だけこうぶつけてってあげるイメージで、はい、手を伸ばす、そのまんま伸ばしてあげると、もっと力抜いた方がいいです、もっと抜けるすごいね、力さえ抜ければめちゃくちゃ上手くなりそうな飛びの、前にどうなの、そう、なんていうのかな、ここが糸で引っ張られてるからこうなってる、はい、ここが糸で引っ張られるからここだけ出ていく、で、あ、もう腕も伸びない、もうこれ以上伸びないよって言った時に手首だけ前にここ引っ張られていく、ここだけ引っ張られるイメージ、ね、やっぱりこの右目左目はすごい難しい、ね、ことなんで、そこだけね、やっぱりもう何十万回投げて、鳥海とか投げて、首だけ今のまんまいければ